あなたの心にパラリガル。皆さんこんにちは、まどかです。かなです。はい、本日はゲストにお越しいただいてます。トシです。違いますよ。トシさんですよ。サングラスかけます。トシさんじゃない。もうトシさんにしか見えないから。トシさんじゃない。トシさんですか。はい、違います。はい、偽トシでした。トシ長井さん、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。本日はトシさんのエトビートを教えてください。はい、お願いします。じゃあまず叩いてみましょうか。しっかり叩けてますね。はい。多分ね、T シャツがちょっと良くないんだって。このフリーザックが邪魔してると、あのスネア叩けなかったですよね。あの8ビートって、まあ一言に言うと、まあ、8音符で成り立ってる、基本的にね、8ビートと言うんですけども、まあ、ビートっていうくくりで言うと、メロディーがあって、でまあ、音楽はリズムとメロディーね、で成り立ってるんですけども、そのメロディーをどういうふうに区切っていくかっていうか、定めていくか、あと、コード進行とかも絡んでくるんですけども、どういうノリ、にするかとか、そういうことでビートっていうのを作っていくと思うんですよね。バラードだったらハーフにしてハーフビートになったり、速い曲でどんどん躍動感のあるやつだったら速い8ビートになったり、2ビートで頭打ちになったりとか、いろんなそのビートっていうのは、まあ簡単に言うとノリ、音楽聴いてる時に体が動く、このノリを作っていくために、ドラムを使ってビートを出していくんですけども、そのビートが出てないとやっぱりどんなにパターンが叩けてても、ビートとして成立してないと思うんですよね。僕のビートはその音楽の中にノリを作る、グルーヴを作る、ビートを出すのが一番僕の役目だと思ってるので、でいろんなグルーヴを出す、いろんなビートを出せる。8ビートでも多分自分の中でももう1万以上何万種類って多分あると思うんですけども、テンポによっても違うし、で2ビートでも違うし、4ビートでも違うし、いろいろあると思うんですけども、ビートをやっぱり前に出して自分以外の人に伝えて演奏しやすくしたり、お客さんに伝えてお客さんが乗る、ビートを出す練習をした方がいいと、はい、パターン的には一応叩けてます。まどかさんが叩いてるビート、頭に出してる8ビートの裏に僕がアクセントを入れます。でこの裏のアクセントをよく聞いて、で自分が表にビートを叩いてるんだ、アクセントを叩いてるんだっていうのを意識して、グルーヴを出すような気持ちで叩いてみてください。1、2、3、4。っていうのはストロークのスピードですね。例えばハイハットを叩くのに、これはまあスピードなく落としてる、このビートとこのリズム、このリズムとここの距離、叩くまでのスピード、スティックが当たるまでのスピード、このビートとこのビートは感じ方が違いますね。これと全然違います。それで言うと、ベードラのビータ当たるまでのスピードが遅いんだと思います。それが遅いと、一番肝心な頭のドンっていうビートがドンって出てないので、そこでビートを失ってると思います、ね。スネアは、かろうじて、音もはっきり出るので、バッのところはビートが出てる感じがするんですけども、一番はキックですね。キックのスピードがないっていうのは、例えばベードラにスピードがない、手にもスピードがない8ビート、パターンは合ってます。スピードつけちゃった。いきます。手に全部スピードをつけると。
えばバラードビードと、いろんな、まずは裏ですね。この裏を感じることも大切ですね。右利きで右手が得意なので、始めたばっかりの人たちはハット、そうすると僕でもハット大きくやると下手に聞こえます。ハットはちっちゃい方がいいです。でビートを出すのはキックとスネアなんで、3人ともそのアップダウンっていうのを教えてないんですけども、それをやると表情がやっぱり変わりますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれなんですよ、ダメですか、ドラム叩くのにこの靴もあれです。これは踏みにくい。でやっぱりまどかちゃんと一緒で、はい、足のスピードがないですね。はい、うん、はい、フルストローク、アップアップですね。あとダウンアップアップ、はい、このフルストローク、ダウン、アップ、この4つ、はい、4つをしっかり練習して、はい、それの組み合わせで全部できるので、はい、やっぱり今ハイハットの叩き方とか見ると、しっかりアップができてないので、音がビートが出てないです。足はちょっと、うん、難しいので、夢にわざと書いてコピーすると、あ、こういう風に叩けばいいんだって分かる。耳だけでずっとコピーしてどうだろうってやるよりも、譜面に書いても分かりやすい、はい、道しるべですね。スコアパレード。The beats are grooving.